どうも皆さん、こんにちは。Welcome to my Insta Live DJ 太郎です。今日は、実はですね、4月の30日の日がですね、インターナショナルジャズデーという、日なんですけど、本当はブルーノート東京による企画制作でですね、毎年4月に開催される入場無料のジャズイベント、ジャズオーディトリア in ワテラス。残念ながらですね、今回は新型コロナウイルスのためにですね、その屋外イベント開催がですね、見送りになってしまったんですけど、総勢ですね、80組を超えます国内外のアーティストがですね、今回はこうみんなタッグを組んで、それぞれがライブストリーミングで、実は、ライブをやってくれるということなんですね。はい。オンラインジャズフェス、ジャズオーディトリアオンラインとして形を変えて、急遽開催することに今回なりましたということなんですけど、はい。で、世界的アーティストもですね、多数、参加でいろんなプログラムを皆さん見ることができますので、ぜひぜひ、チェックしていただきたいと思います。で、出演情報とか配信先とかオフィシャル、ホームページですね。はい。ジャズオーチョリアオンライン。こちらをぜひチェックしていただきたいと思います。ちょっと待って、コラボ申請が3人ぐらい来てるんだけど。今日は、ちょっと時間があるって言えば時間があるんですけど、この後今日はですね、その、3月にですね、一応来日を予定してたんですけど、残念ながら、来日することができなくなってしまった、エリック・ベネイ、この、ジャズオーディトリアオンラインにですね、趣旨賛同してくれていて、ただ残念ながらライブ演奏ができないので、インタビューという形でお話をしてくれるということなんでね。なかなかこういう機会ない。彼もきっと自宅だと思うんですけど、はい。いろいろお話を。聞いてみたいと思います。インスタ初心者の人は、参加する押さなくても見れますよ。そう。ちょっとみんなの方からだとわからないんですけど、もうこれが見れたら OK で、参加するっていうのにすると、あれだよね。インスタコラボの参加希望になっちゃうから、それ押さなくて大丈夫ですよっていうことですよね。で、皆さんぜひ、こういう、今日は平日になるのかな、一応。ね、平日のお昼のタイミングなんで、自宅で、もしくは、お仕事リモートっていう方も多いと思うので、お家にはいると思うんですけど、少しでも多くの人に、お伝えできるようにですね、皆さんのこう周りの、はい、ソーシャルメディアによかったら拡散してください。僕、この DJ 太郎の、インスタグラムスラッシュ DJ 太郎か。DJ 太郎は普通に DJTARO で、ワンワードなので、ぜひ、お友達にですね、お伝えしてあげてください。せっかくなんでね。だいたい30分ぐらい、インタビューの時間もらえるかなというふうに思ってますけど、皆さんいかがお過ごしでしょうかね。緊急事態宣言が出てから、お家で、ね、いろいろ自粛してる方も非常に、多いと思うんですけど、ゴールデンウィークもね、残念ながら今日もすごいなんか暖かくていい天気なんですけど、外にね、お出かけっていうことがちょっと今、なかなか難しい、状況の中で。ただ、家にいる時間がね、長い分、普段できないことだったりとか、やっぱちょっと他のことやってみようだったりとか、日頃の生活の大事な部分に気づいたりとか、新たにこういうことをできるようにしてみたいなって思ったりとか、あとは、ネットにアクセスする率もね、非常に、高いと思うんですけど、こういうオンラインを使って、新しいことっていうのは、まだまだこれから、いろんなことができるんじゃないかなというふうに、思っております。今回のこの試みも、そういう意味ではね、アーティストと、直接こう、インタビューがね、ライブでこういう環境でできるっていうのも、やっぱりなかなか普段はないことなので、こういうテクノロジーもそうですけど、こういう時だからこそって、いう部分もありますよね。今日はもう、ベネイファン、そう、すごいでしょ？エリック・ベネイが登場するっていうのはすごいよね。今日は会社ですとか。
どんなお話するんでしょうか。どんなお話しようかね。なんかね、急に出てくれるってなって、まあ基本的にはいろいろ音楽の話を聞きたいなとは 思ってますけどね。今どんな風に過ごしてるのかとか。ね。貴重な時間ですからね。まだいないですね。一応ライブ配信のゲストで参加希望を押してくれてる人いるんですけど、今日は、僕が普段自分のインスタの時には、なんかいろんな人に、入ってもらって一緒にお話したりとかするんですけど、今日はもう、エリック・ベネーだけで行こうと思ってますんで。多分ね、あと、7、8分ぐらいしたら、きっと彼から申請が来ると思うので。あ、変なボタン押しちゃった。アニメみたいになっちゃった。これ面白いよね。いろんなのあるよね。ディーン、ディーン、ディーン、ディーン。ぼやかしすぎ。あ、すごい。これすごいね。ラブラブ。はい、こういうインスタライブ、こういうこともできますし、最近はね、そのコラボ配信ができるようになったっていうのもちょっとすごいね、トピックですよね。今みんなのコメントもちょっと見てまーす。今夜は夜ライ、えっとんライブしないんですかって。それ僕ですか？ 面白いでしょ。インスタライブで遊ぶ太郎さん。すいません。もうあと5分ぐらいで入ってくると思うんですけど、ね。あ、昨日はサッシャのライブ出た。そう。あ、サッシャとは今週の土曜日にまた、いつって決めてないのかな。土曜日か日曜日に、インスタライブコラボしたいと思いますけどね。僕ら、インスタライブコラボ芸人を目指しているので。こう2人でこのなんかこう上下の関係でできるなんか面白いことがなんかできたらなと。アメリカから見てるっていう。ヒロちゃん、インスタ、Thank you。ね。まあとにかく、こういうね、オンラインの、まあズームもね、ズーム飲みしたりとか、みんなズームでこう、まあ会議もあるんですけど、エンターテイメントやったりとかね。はい。まあなんか逆に面白いことはできると思うんですよね。僕、今、いろいろと、それぞれミュージシャンが別の場所からの、こう、リモートでライブっていうのを実は今企画していて、実際にはですね、まあ、映像でこう、ふっと入ることはできるんですけど、音楽を高音質で、で、それぞれのミュージシャンが音が遅れない、ディレイしないで、ライブをするっていうのはとってもまだまだちょっと技術的に難しい部分があるんですけど、まあ、いろんな今の世の中の技術を組み合わせて、それを今可能にするべくいろいろやっていて、まあそうすることでまだまだこのコロナのね、影響が続く中でも、でもやっぱり音楽の影響力って大きいですから、皆さんがね、もっと気軽に音楽を楽しんでもらえる、やっぱりね、状況を作っていかなきゃなというふうにね、思っております。エリックにアカペラで軽くちょっと歌ってってなってくださいって 簡単に言わないでくださいね 豚骨ラーメン食べながら見てます。いいです。え、もう皆さんの、バンコクから見てますね。People from everywhere ですね、今日は。コロンビア。すごい。で、今週、先に言っときますと、今週土曜日のね、僕の、サタデーナイトバイブスという JAVE の番組、今、土曜の深夜1時からで、まあ遅いんでちょっと聞きづらい時間帯かもしれませんけど、タイムフリーって後からも1週間ぐらいはチェックできるので、まあ、せっかく今回、まあ、今日の、インタビューはもうここでみんなでチェックできちゃってるから、その模様をお届けっていうのはないんですけど、まあなんか、ちょっとエリック・ベネのショートミックスでも、せっかくだからやりたいなと思ってますんで、ぜひ、ラジコで、チェックしてください。太郎さんは緊張してないんですか？
緊張はしてないですね。まあ、エリック・ベネーは、僕はライブは、最初の本当に96年でね、彼デビューで、97年のライブ、来日の時にも、ライブ行ってたりとかするので、すごく大好きなんですけど、こういうなんかこうインタビューとかで会ったことは実はないのかな。まあ本当だったらね、番組のスタジオとかで会うようなスタンスなんですけど、だから緊張はないんですけどね。おお、海外組はどうやってラジコ聞けますかって、それは誰かそういうテクノロジーティップスを教えてあげてください まあ会社が日本にある人とか、外資系の人とか、こっちのサーバーを経由してとか、いろいろ方法あると思いますけど そう、ファルセットボイスを出すために気をつけてることとかね。いやー、でもね、いつ見てもやっぱ、こう、ベネイ、パネイですよね。めっちゃかっこいいよね。すごい、年齢も、今53歳だと思うんですけど、もう53歳に見えない。ただ、今オフの感じだから、こう、ヒゲが生えてくると結構ワイルドで、なんかこう、若く見えたり、結構年上に見えたり、ね、常に、チェンジしてる感じはするんですけどね。まだ来てないですね。なんか質問が来てます。これは？ これ面白い。間違えましたっていうね。質問したら質問を間違えましたって来てましたね。間違えて押しちゃったのね。これちょ、みんな教えてあげてください。このクエスチョンはなんか質問するときの、今日ちょっと質問ができるかまではちょっとわからないんですけど、とにかく今はいろいろ周りの皆さんにぜひ拡散していただければなというふうに思います。ね。エリック・ベネーのインスタライブやってるよって。僕もやるか。でもこの iPhone でやっちゃうとダメなんだよな。切れちゃったら嫌だからね。ラジコ料金払えば聞けるはずって、国内のタイムフリーはある、エリアフリーはあると思うんですけど、ちょっと海外はないんじゃないかなと思いますけど。さあ、ヤーハルさん、去年のブルーノートのライブでハグしてもらいました。そっか。去年、一昨年かな？去年ですか？ね。まあもうエリック・ベネーは本当にね、まあその R&B だったりとかね、ネオアコースティックソウルだったりとかって、まあなんかこう、やっぱり独自のなんか彼のスタイルですよね。やっぱり声と、で、もちろんその楽曲もなんですけどね。まあなんかアルバムごと時代ごとになんかこう、いろいろ変化はありつつも、やっぱりそのなんかベネーらしさっていうのは常にこうある。そこがまたすごい良さだと思うんですけど。ね、Welcome Eric Benet. Are you watching? How's your family project? A filming project. そう。なんかね、あ、これファンの人ですね。Yeah, he's working on the movie. Filming project, I guess. Yeah, I heard about that. それもちょっと聞いてみましょうかね。そう、海外からもチェックしてる人いるのか。今日は一応なんかこう、日本の人に向けてっていう、ことなので。おう マンゴーさん、LA でも裏技駆使してラジコで聞いてるよとか、まあ、そういう人もいますからね。マンゴーさん from LA でしょ？そう。How is LA? どうですか？ LA は。まだロックダウンですよね。来た？ Yes! 来ました。じゃあ、早速、お迎えしたいと思います。今、親戚来たから来ると思うよ。ちょっと待ってね。Wait a seconds. あれ？あれ？今、いたと思ったんだけど。Eric, you there? I found you. Can I invite you to my Insta Live? Is that okay? はい、OK. So, once again, もう一回。Come on.
Ladies and gentlemen. 来るかな? Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Everybody, konnichiwa. Please welcome Mr. Eric Benet. What's going on? Yay! Welcome to my Insta Live. Yeah. Thank I'm DJ so much. Taro. I'm a talking radio DJ. And thanks for your time today. どういたしまして。どういたしまして。you remember some Japanese. A little bit. That's good. That's good. Yeah. Something the other? What's other that? Japanese? Any other Japanese word? Oh, let's remember see. That? Otsukaresama deshita. Otsukaresama deshita. That's good. That's good. Itadakimasu. Itadakimasu. Yes. Wow. You knew a lot. Yeah. Oh, yeah. I'm ready to run for office. Yeah. Okay. So from the office. Okay. So I need to put the translate a little bit. Okay. This is okay. For the Japanese fans. So.Great. まあ、結構、Yes, okay. すごい、日本語結構覚えてらっしゃいますよね。お疲れ様でしたとか結構面白い業界用語ですけど。He's in the office. 今は、お仕事場にいるということなんですけど。So, where you at? Your office is in an office? Yeah. LA? Yeah, well, I'm at home, but it's you're at home. Okay. An office in my home. Okay, okay. Yeah. You have an office in the house. Okay, what time is your place now?Well, right now it's 8:33 p.m. Yeah. 8:33 p.m. Just put the little kids to bed, you know. Okay. We have a 5-year-old and an 8-year-old, and they're falling asleep right now. Okay. Wow. You had a beautiful daughter. I had a baby twins. Oh, congratulations. 2 years. 2 years. Yeah. Oh, that's awesome. That's great. Two years old. Yeah. It's still, yeah.And you, are you getting much sleep? No. Of course not. Difficult yet. Are you getting sleep? Well, no, of course not. No. Of course not. You know, because the world is dealing with the coronavirus. So my wife and I, we're homeschooling. Okay. Yes. Right now. You are the teachers. Yes. Right. Yes. So we have to wake up at very early in the morning and. Yes.Get all their lessons together at night and start it all over again. Okay. Yes.今、子供の話になったんですけど、ちょうど子供をね、寝かせたばっかりですよっていうふうに、言っていて、で、今、5歳と8歳っておっしゃってたかな。で、寝かして、で、よく眠れてますかって言われたんで、僕も2歳のね、今、双子がいるんですけど、なかなかそんな眠れてないですって、眠れてますかって言ったら、やっぱり今、このコロナの影響で、お家でね、いろいろやっぱりこう、先生的なこともやってて、いろいろ教えてあげたりとかすることもあるので、なかなかゆっくりは寝れてないってことなんですけどね。ナイスパパしてるわけですけど。So, today, here in Japan, the International Jazz Day. Nice. Yes, but because of the corona situation, we do jazz auditoria online. And, okay. More than 80 artists join this event today.And I want to say thank you for accepting our proposal, live interview today. どういたしまして。No need to translate. So, please say hello to Japanese fan, please. I want to say, hey, what's going on, everybody? Thank you so much for logging on to see this conversation and hanging out with me and being fans of my music and ask me some questions.OK 今日はね、みんな来てくれて、ありがとうとね、僕の音楽をね、大事にしてくれて、ありがとうと。こう、せっかくの機会なんでみんなと一緒に楽しみたいし、質問にも答えてくれるっていうふうに、おっしゃってるんで、後半ね、そんな質問も聞いてみたいと思いますけど。So, I know that LA is still locked down, and how are you spending time every day? Well, Every day is pretty much just about Luna, Lucia, 5-year-old, 8-year-old, and my wife. You know, we, when we're not homeschooling our kids, we are cooking dinner. Okay. And then we are getting their lessons ready for the next day. Uh-huh. And by the time we do all that and then clean the house, we're exhausted. And so, and to wake up,
at 7 in the morning and do it all over Wow. again. So, it's but I'm grateful. I'm grateful. I have a beautiful family, and Yes, yes. I have I'm grateful to my fans so that I can make the music that I make, and they enjoy the music, and I enjoy the lifestyle that I have because of my fans. So, I'm with my family, so it's all good. Every day is a family day. That's good. Every day is a family day, so that's a great day. Yes.今、まあ、毎日はね、お子さん、ルナちゃんとルチアちゃん、そして奥さんと、まああのまあ、毎日がファミリーデイで、まあ、ホームスクールでね、まあ、お父さんしてたり、どっかで先生してたりというところもあったりとか、まあ、すごい掃除をしてたりとか、朝7時から、まあ、でも家族の時間もとてもエンジョイだし、自分の音楽とか自分の、まあ、ライフタイム、まあ、ある意味あのこういう時間があるっていうのはね、普段とはちょっとアンニュージュアルな時間かもしれませんけど、そういうところを自分では楽しんでるよということなんですけど。So you look very healthy, good looking always. That's good. Well, thank you, thank you. I appreciate you're pretty attractive too. But thank you. But I have to say, two months ago, no, it wasn't 2 months ago. Yeah, it was about 2 months ago. In February. I got a very, very bad flu. Oh, really? Yeah, and at the time I didn't imagine it was corona, but then it was one of the worst flus that sicknesses I had in my life, and they said that one of the symptoms of corona is you lose your sense of taste. And so, I'm just starting. I'm just getting my sense of taste back now. So I think I already had. You're okay? Yes. No. But... I think I had it. I think so. But I'll go get the. You can take the antibody test to see if your body has built up antibodies if you were in fact infected with corona. So, but thank you for saying that. I look healthy. I feel healthy right now. Now is better. Yeah. You don't. You are. Sorry, how old are you? 53? 53. No, you don't look 53. No. 53, nah. Yeah. So, if you had a beard, maybe a little. The beard's gray. Gray. Yeah. But it's, I'm 48. I can't believe it. You're 53. You look good. You look good, man. What are Only you doing? Here, up here, up here. Are you working out? Are you eating right? What are you doing? Yes, in my house, I'll try to work it out, running machine and the weight training a little bit. Yeah. Don't stop. Yeah? Don't stop. Don't stop. Don't stop. Right. You do the exercise every day, like? No. No. I But keep the shape. You keep the shape. Yeah. I purposely, I was planning on filming my movie. Oh, yes. Yeah. This week. So, wow. This week. I was supposed to, but Corona is postponed. Mm-hmm. Hopefully, we'll be able to resume production maybe August, September. Hopefully, fingers crossed. Can you see that? Fingers crossed. Yes, that's right. But before that, I was I play in the film. I play a very physically sick person. So I was purposely losing weight. And trying to look sick, so. But you already had it in February. Yeah, I already had it in February. I was horrible. It was horrible. So you're going to be an actor in that film, right? Yes. Wow. I'm acting in the film. I'm producing the film, and I'm writing the music. For the film, so a lot with Since when you in the movie? Well, this would when be... When was the last time? Yeah, the last time I was in a movie was a made-for-TV movie, and it was called Trinity Goodheart. And this was about... Oh, my goodness. This was about 8 years ago? 8 years ago, yeah. Eight years ago. But this time, the original story of the movie, I wrote the original story. And I'm a very talented director by the name of Devin Hampton is directing the film, and we're very excited. As I said before, we were supposed to
be shooting this week on the East Coast, but you know, Corona happened. Yes. Okay, so let me translate. Okay. Okay. I forget to do. That's gonna be a little longer. Okay. All right. What was the start? エリックさんはですね、ちょっと2月に体調はどうですかと、すごいヘルティーに見えるけどって言ったら、実はね、2月ぐらいにすごく具合が悪かったそうで、ひどい風邪、フルー、風邪をまあ引いて、なんかのこの、ウイルスなんじゃないか。だからひょっとしたらコロナなんじゃないかっていうことも心配したそうなんですよね。まあほら、ひどい風邪をひいた時ってこう、ちょっとこう、味覚に変化があったりとかで、コロナはこう味覚に変化があったりとかするから、ちょっと心配してたんだけど、まあ、そうでは、なかったかもしれないし、ひょっとしたらもう治っちゃったのかななんて言ってました。そうじゃないですね。コロナではなかったと思うんですけど、まあちょっと体調が悪かったっていうふうにおっしゃってたんですね。で、実は今週から、映画の撮影を、する予定だったっていうね、今お話が出てきたんですけど、映画に出演するのは8年ぶりというふうにおっしゃってました。前はそのテレビ映画、テレビドラマ、Trinity Got Heart っていうですね、作品にお出になったの、それから8年ぶりかなっていうことなんですけど、今回は、不健康そうな、不健康な役柄、まあ、体がちょっと不健康な方の役らしいんですけど、じゃあもうちょっと2月にね、そういう体調の悪いのを経験したねなんて話をしてたんですけど、今回はまあその役者として、そしてプロデューサーとして、そしてまあ音楽、まあ音楽も担当してると。で、監督にですね、デビン・ハムティンっていう方が監督をして、まあとても素晴らしい監督だって、今週から撮影をする予定だったんだけど、まあちょっとこのコロナの影響でね、長引いちゃうからどうなるかなっていうふうに、おっしゃってましたけどね。So, do you understand what I'm talking about, everything? I understand every word. Every single word, okay? All right, so you came to Japan so many times. You know, unfortunately, this March was canceled because of the corona, of course. But, can I tell you, I was so looking forward to it. It's my favorite country to visit. Yes. I love coming to Japan, and, you know, it broke my heart that I wasn't able to come, but, yeah. you know. I'll be there soon. Yes, but I'll be there for you. No. I see what you did. That's my favorite song. That's my favorite song. Of... so I heard the guys in the Blue Note. This is a top secret, maybe. You'll be back in the fall or something. So it's a plan. That's maybe. The plan. That's the plan. Okay. That's the plan. I hope it happens.Okay. まあ、今回の3月はキャンセルになっちゃったんですけど、ひょっとしたら、秋に来れるかもしれないと。まあ、日本はすごい大好きなところだから、今回とても残念なんだけど、もう次に行くことを楽しみにしてるよということなんですけど。Do you have any memory of Japan? Any food, place? Gosh. Anything's happened? Yeah. I have lots of memories in Japan. Yes.I love to go to what is it called right there close to oh my god, now I can't remember the name. It's close to Harajuku. Harajuku. Kittyland. Kittyland. It's a toy store. Kittyland. Kittyland and getting toys for my kids, and then there's a sushi place right next to Kittyland. I like that. Ah, okay. No, Genroku sushi. No. Yeah. It's the round sushi. No. Yes. Round sushi. Yes. I know that place. Yeah. Oh, so can you eat sushi? Oh yeah. Ah. I eat sushi like a champ. Oh really? Yeah. So you eat kind of the low fish. No problem. No problem at all. I had sushi today.Oh, sushi today? Yeah. Well, you know, in LA? In Los Angeles, we have awesome sushi in Los Angeles. Oh, that's good. That's good. Yeah. Mm-hmm. Next time when you be there, I'll take you to the best sushi place. You promise? Yes. All right. I'll promise. Pinky promise. Pinky promise. Okay. Pinky promise. Okay. So, do you remember your first time in Japan? It was 1997. Oh, it was seven? Okay. Yeah, maybe it was seven. 97. I think you come with your cousin. My cousin. George. Absolutely. George. Yeah.
With the guitar? Yes. Absolutely. Yes. And I remember I've that. Written a lot of songs with my cousin George. Yes. Very talented. Yes. Yeah. I went your first live in Tokyo. I remember. You were 12 years old. No. It was in Shinjuku. The place is called Liquid Room. I went 2 days. I love Shinjuku. You love Shinjuku? It was incredible. Yeah. I'll remember. Yes. So let me talk about the people. Okay. 今、まあ、日本はね、まあ、すごい好きだと言ったんで、なんか日本のこういい思い出ありますかって。もう訳さなくてもみんな、Do you understand? You don't need my translation? Japanese people, please leave us the comment. just in case. 原宿のキディランドね、まあ、おもちゃ、まあ、お子さんもね、いますからね、キディランドが好きだと。で、その隣って言ってたんですけど、回転寿司でお寿司すごい大好きだって言ってて、回転寿司多分、元禄寿司だと思うんですけどね、もうちょっと登ってったところに、はい、表参道寄りの方にあると思うんですけど、まあ、今日もお寿司を食べたと。まあね、LA もね、美味しい寿司が食べられるってことなんで、じゃあ今度は僕はぜひお寿司をご招待しますと。日本に今度来た時にはと。お伝えしました。で、最初のライブ、僕は、リキッドルームで多分だったと思うんですけど、行ったんですけど、まあ、日本に来た時は、彼のカズン、いとこ、ジョージっていうね、ジョージさんも一緒に来てらっしゃって、まあ、彼は、多くの曲を一緒にね、作ったりとか、まあ、ギターね、spiritual thing with the guitar, I think. He did. ね。Yeah?Mm-hmm. そうですね。ギタープレイなんかも、していて、僕も2度ライブに行ったんですけど、新宿は好きだっていうふうに言ってました。Why you like 新宿? Is there any memory? There's so many clubs and nice. Oh yeah. Like jazz lounge、mm-hmm. clubs、mm-hmm. like that.ジャズのね、クラブとかね、そう、新宿はね、Lots of club, yes, クラブに行ってすごい好きだったっていうふうにおっしゃってましたけど。Mm-hmm. Okay, so, let's talk about your music, okay? Let's do that. You have an amazing 8 full studio album, and I'm a club DJ also, so play your song lots. Good. Like spiritual thing, and...ghetto girl. Georgie Porzi. Georgie Porzi, yes. It's a big hit in Japan. You know that? Yeah. Woo! Oh! Woo! People love it. You like that?、I like that. Yeah.Is that your voice? That voice before there was auto-tune. We had to sing for real. Mm-hmm. no auto-tune. No auto-tune. Yes. So this is very important. I have to say that. 今の、ね、時代はそのオートチューンっていうですね、そのコンピューターでそのまあメロディーがずれててもこういろいろ補正をかけたりとかそういうことが、まあ、できちゃうんですけど、彼はすごくやっぱりそのレコーディングプロセスがこうナチュラルというか、まあ、本当にリアルミュージックをやってる人だと思うんですね。だからそういうことは一切僕はしないんだよって今言うことをおっしゃってましたけどね。 So your song mostly original of course, but so how you choose that song Georgie Porzi in your album, second album? Good question. Yeah. Very good friends of mine, they were in a group in the 90s called Something for the People. Something for the People, yeah. You know Something for the People, right? Yes! And I'm an R&B freak. Yeah, very, very fun. And we all used to live together in the same apartment in North Hollywood. Really? Yeah, we were broke, no money. And yeah, lots of things happened in that apartment that we can't talk about. But...、Mm-hmm.But so one of the lead singer of that group, a very dear friend of ours who unfortunately he passed away. Yeah. Fuzzy. It was his idea. He said, why don't you, I think it'd be great if you did a cover of Georgie Porgy. And wow. So I can't even take credit that it was my idea, but、mm-hmm. It turned out to be one of my biggest hits.
And they something for the people, Sauce, Roe, and Fuzzy. They have produced that song. Really? Wow. So, let me translate that. あの、ね、たくさんオリジナルですごい素晴らしい曲はそのたくさんあるんですけど、あの、まあ、どうしてそのこのジョージポーズをピックアップしたんですかっていう話をしたら、まあ、まだそのあの Something for the People っていうですね、R&B の、まあ、3人組 の、 あのグループがいて、まあ、ボーカルは残念ながらもう今亡くなってしまったんですけど、同じアパートメントに住んでいて、実は彼らのアイディアなんだよと、彼らが、まあ、あのこの曲をピックアップして、まあ、実際のプロデュースもやってくれたんだって、いうふうにおっしゃってたんですけどね。 Yes, I have lots of、your favorite song, you know, and、Josie Posey, of course, yeah. And, Thank you.Faith Evans、Woo! Joined the song, yeah. Yeah, she has the most incredible voice, incredible faith. Yeah, and a sweetheart, I love her. Yes. あのね、あの、Faith Evans が参加してるのもね、とってもすごい素晴らしいと。彼もすごいやっぱ大好きなアーティストですよと。So, we have a Japan exclusive your greatest hits album called、Best of Eric Manet. Yes. And that album has、including three songs as a bonus track.、Mm-hmm. And one song is、the, also the cover from、Stevie Wonder, I guess, Superwoman. Oh, Superwoman, yes, 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 yes.That was produced by George Duke. George Duke, yes. Oh, the late, great George Duke. Shine! George Duke, yeah, exactly, there you go.、Mm-hmm. George Duke,、we lost him too. He passed away a few years ago. Yes, yes. His arrangement and piano playing and production was always incredible. Ah, yes. How are you working with him?In the studio、oh、with George、God. Duke. Working I know it's so difficult, yeah. No, he made it so easy. He made it like, well, you know, I'm a student of music. So when I was a kid,、mm-hmm. the producer,、like a George Duke or a David Foster,、you know, I would idolize these producers as a kid growing up in Milwaukee. Mm-hmm.When I, you know, I got my record deal and I got the opportunity to work with these people, mm-hmm. I was starstruck, you know, I could barely speak. Yes, yes, yeah. Met them. But then they all turned out to be such down to earth and easy to talk to, easy to work with、mm-hmm. people. So I feel very blessed that、mm-hmm. I've been able to、have those types of interactions with、mm-hmm. greatness. Like, greatness, yes, the, yes.The greatest producers and songwriters in the industry. I feel like I've、yeah. worked with quite a few of them. Yes. You're working with、David Foster,、the album Hurricane. Yes. And、that album, the, I think, the, what's the name of the song? The Last Time is The Last Time. Is a David Foster collaborate song, right? Oh, gosh, I love that song. It's awesome. It's awesome. Yeah. Love it. Yeah.Okay. 今ちょっとお話ししたのは、The Best of Eric Benet 去年、2018年に出てる、まあ、アルバムもあって、その中には、3 bonus track 入ってるんですね。で、一つは、Stevie Wonder の Superwoman。またちょっと、オリジナルも素晴らしいんですけど、ちょっとカバーの話しちゃったんですけど、これは、まあ、ジョージ・デュークっていうね、有名な、音楽家、プロデューサー、キーボーディスト、ピアニスト、そのジョージ・デュークと、まあ、一緒にこうコラボして一緒にスタジオに入って、まあ、ジョージ・デュークも残念ながら亡くなってしまったんですけど、で彼はやっぱちっちゃい頃からその、ジョージ・デュークだったりとか、そういう自分が憧れた、まあ、アーティスト、デイビー・フォスターもそうなんですけど、まあ、そういう人たちにこう憧れてこう音楽を始めて、でそれがこうやってまたなんかこう一緒にね、彼らと一緒に仕事ができるっていうことはすごくやっぱ自分にとっても励みになるし嬉しいことだし、その中で一緒にこう作品を共にできるってことはね、もう何にも変え難い。でそれがちゃんと音楽として残るのはね、本当に素晴らしい経験なんだよって今、お話をしてくれたんですけど、他にもね彼の自分の曲にもいろいろ聞いてみたいと思いますけど、 So So every album、when you released the new style, I feel the something new, but the、always like Eric Benet is there, nothing get changed. You know, I mean the
the core, you know, is that's your own music always. And what do you care most when you write in the song? Wow, that's a good question. Well, I can say that I can tell you what comes the easiest. Mm-hmm. The easiest is always the melody, mm-hmm. like the music. Yeah. I don't really have to think. I just let it flow. Mm-hmm. But the most challenging for me, or mm-hmm. I feel like I really have to work, mm-hmm. are the lyrics. You know, lyrics. Yeah. Mm. I don't like writing lyrics that sound like, how do I want to say, like lyrics you've heard a million times already before. Like, oh, I heard that. I heard somebody say that in 20 other. You know, I want my lyrics to be vulnerable. I want them to be very personal, and I want to be as specific and honest as I can make them. So I take time on the lyrics. So, yeah, to answer your question, I guess I pay most attention to the lyrics. Okay. All right. Yeah. I know. Oh, I lost your voice. Maybe the internet connection is okay. Oh, yeah, how's it now? Now's okay. I think now's okay. Okay, okay. あの、今、まあ、今日曲を作る上で一番大事にしてる部分は何ですかって言ったら、まあなんかその誰でもこう覚えられるメロディーで、そのなんかこう変に難しくないというか、まあそれが一番心にあのメロディーに残る、まあ、考えすぎないっていうことを言ってました。で、一番チャレンジしてる部分はやっぱり歌詞なんだと思うと。でも、いざ、歌詞を書こうと思うと、もういろんな人がすでにやっぱり、あ、この歌詞使ってるな、このフレーズあったなっていうのをやっぱどうしても感じちゃうから、まあそういうところも難しく考えるよりも、やっぱりその、まあ自分自身のやっぱり言葉であり、難しすぎずに、そして正直に、うん。まあ、その、誰もが、こう、口ずさめるようなメロディーが、やっぱりよりその歌詞が乗ることによって、印象深くなる、そういう、部分を、やっぱり一番大事にしてるんだよ、っていう話をね、してくれました。So. So, do you remember very first song, that you wrote? Yes. How old? I was, 12 years old. 12 years old? You yeah. remember that song? Yeah, it was the first time that I actually... Well, now that I think about it, I've been writing songs as long as I can remember. Like, mm-hmm. as long as I can remember, I always had, like, original music in my head. But mm-hmm. the first time I structured out a song, like verse, chorus, verse, bridge, mm-hmm. I was 12 years old. I remember. Wow, yeah. You did it already. Wow. It was called The Phone. Phone, not yeah. the iPhone, just the phone. Yeah, just the phone. You called me on the phone. You would not leave me alone. I'm so sorry, but I don't love you. Wait, anymore. Hola. You know, I think it's that still good song. You have to record it. I got to record the phone. Okay, maybe to change the name to the iPhone, maybe. Yeah, yeah, yeah. The cloud. Wow. The cloud. Mm-hmm. Yeah. But you start to writing the song when you were 12. Yeah. Yeah. Because I love your song before the Eric Benet, like your group, Benet. Oh, Benet, my sister Lisa. Yeah. Yes, and the George, of course, George also. George, absolutely been writing with George ever since. Whoa, I was a kid. I remember. You remember? I remember when? What? You know that song? What the hell? I have it with a vinyl. Wow! Whoa! Oh! 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 Come on! Wow! You got, I remember when? Yes, that's I have an album and 12 inches. Another remix have it this with a song, but I love this song. I love the New Jack Swing guy. So thank you. That's I love the beats and melody and everything. Thank you. Yeah,
Yeah, man, that was fun. That was a fun album. That was my first experience going to going to Los Angeles, because you know my sister George and I, we were, you know, just doing our thing in Milwaukee. And you know, Milwaukee is a great city, but it's not a very eventful city. And you know, we got plucked out of Milwaukee and we went to Los Angeles and made an album, and it was an incredible experience. But I can't believe you have that album. I have it. I really love your music. Since from this group, Bene, for sure. Wow. No doubt. That's yes. Awesome. Let me explain to our viewer. Okay? ごめんね。なんか間の通訳はなかなかちゃんとできてないんですけど、あの、曲作りを始めたのはいくつからですかって、He said 12 years old. 12歳から、曲作りを始めていたっていうことなんですね。その曲今でも覚えてますかって、覚えてます。Phone っていう曲で、そうで、さっき歌ってくれました。ちゃんとこうね、あの、ファーストバースの1番があって、こう、コーラス、サビがあって、2番があって、ブリッジがあってって、まあ、ちゃんと曲構成をして、ちゃんと作ったのこの Phone っていう曲は一番最初なんだよって言って、さっきあの、ちょっと歌ってくれたんですけど、あ、なんか今は逆にレコーディングしてもいいんじゃないですかっていう話をしたんですが、今だったら、iPhone っていう曲名にしてはいかがでしょうかっていう、まあ、ちょっとジョーク混じりだったんですけど、で、今ちょうどね、こう流れてるんですけど、まあ、エリック・ベネーっていうあのアーティストになる前、その、まあ、彼はミルウォーキー時代に、ベネーっていうグループをね、やってらっしゃったんですよ。それはお姉さんのリサさんとエリック・ベネー、そしていとこのジョージと、で、それがこの、It's a kind of New Jack Swing sound なんですよ。That's my favorite early 90s. That's the style.でもすごい、あの、I really love the melody and the beats, and that's the style. Yeah, yeah. それが、僕はそれ一番最初、That song I knew, oh, Eric Benet. The artist, that's the beginning. The album jacket like this. Exactly. You and the Lisa like this, right? You have a really good memory. You got a great memory. Because the analog vinyl jacket every time. Yes, I'm listening with vinyl. Yes, that's my favorite. So, その、まあ、その時代があって、でもあの時代があって、そこでやっぱ一つ成功をつかんだことがきっかけで、やっぱ LA に来て、そして、まあ、そのエリック・ベネとしてのプロジェクトがやっぱスタートしたんで、まあ、彼にとってはね、すごくこれもあの大事な時期だったという話をされておりました。So,ちょっとね、じゃあこのトップアーティストでこう常にいるためには何が大事なのかちょっと聞いてみたいと思いますけど。So, what is the most important things being the top artist like you? What do you care most? Probably, as far as my art is concerned, as far as like writing the music, I think just being authentic, right? Like not trying to follow trends.But yes. Just being completely authentic when I sit down and I write a song, I want it to, I want it to sound and feel like Eric Benet. I don't want it to sound and feel like anything else. And I think after doing this for so many years, I think I've gotten better and better at.Basically, just I've gotten better at being Eric Benet. I think you know, like when I my melodies, the melodies and the lyrics that I come up with, I think are very distinctive. And yeah, man, I just I like having the best, honest representation of your art. So I just like being authentic.Yes, that's important. Yes, I agree that. Yeah. あの、こう、エリック・ベネーさん、彼みたいにずっと、あの、being a top artist、あの、トップでいるためには何がすごい大事ですかって、あの、言ったら、まあ、そのトレンドとか、やっぱそういうものに、こう、左右されることなく、やっぱりその、オーセンティックでいるっていうね。まあ、その、本物っていうことかな。本物でいるっていうか、そう、ちゃんとこう、進化の、あの、あるものだ。価値のあるものね。本物でいる。Another way to say that, I don't want to interrupt, but probably a better way to say that because of your question. The best way to be the best artist is
to not try to be the best artist. Try to be the best you. You know what I mean? Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Oh, so, yes. Yes. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Don't really, I don't know. At least when it comes to the art, don't mm-hmm. try to be a star. You know what I mean? Right. Don't try to be a star. Yes, I understand. Yeah. Just try to make the most honest art. Mm-hmm. That's it. 今言ってその本物でいるっていう意味でもあるけどもうちょっと違う言い方もしするとするんであれば、まあ、なんかとか常にトップスターでいようとかっていうそのアーティストでいようっていうことじゃなくて常に自分でいようって等身大の自分でいようっていうことが一番大事なんじゃないかなって改めてちょっとそういうふうに言ってくれました。すごいこれは嬉しい言葉ですね。 So、we expanded time a little bit but、I got a question. Is that okay? Your time is okay?All right, yes, we got going on. We got a question. You know, it's lots of comments passed already, but I remember couples. Mm-hmm. Okay, James Phillips from, I don't know where, but he's asking is, are you and your daughter going to do the duet album? Oh, wow. He means India. India. Means,Yes, India and I, India has blessed me with singing on a few of my projects. And I hope that it happens again. You know, India、mm-hmm. is doing some incredible music right now. I know、mm-hmm. she has a song where I think people are starting to hear it. It's called Happy. And、mm-hmm. she's an incredible songwriter. She's an amazing singer. Yeah.、and yeah, I would love to do more music with India.Yes, you have to、offer to her, maybe. Oh, oh. Paying、yeah. a lot, paying、a lot. I've offered. She'll see. Too much. Too much, okay. 今、ジェームスさんからの、まあ、質問、あおった、ジェームスさんは、まあ、海外の方なので、he understand what he's talking about. But,、彼の娘さん、3人娘さんがいるんですけど、一番上のお嬢さんですね、インディアさん。インディアさんはもう何回かコラボレーションをしてるんですけど、一緒にまたこうやる可能性はありますかって言って、まあ、インディアさんは、まあ、とてもすごく今才能のある、まあ、アーティストで、ハッピーっていう曲は、僕はまだちょっとそれチェックできてないんですけど、ハッピーっていう曲はもうみんな聴けてるかなって、まあ、これから先なんかそういうチャンスがあったら一緒にやりたいと思ってるんだけどね、と。いうふうに答えてくれました。Thank you for answering the question. You're welcome. Yes. Yes, yes. I like, what's the name of the song with India? It's Music. Oh, yeah. I did a few songs with India. I did one called Music.And、yes. then、on the Lost in Time album,、yes. we did a song called Summer Love. Oh, yeah, the Summer Love. I like, yeah. Nice song. Maybe another two daughters、join your music in the future, maybe. I think so. They definitely have the talent. They're 5 and 8 years old, and they walk around the house writing, making up songs all the time. So we'll see. もう今5歳と8歳のね、お嬢さんもまあそのうち一緒に音楽上位するんじゃないですかって、まあ、間違いないね、それは血だからねって、もう家の中でもうなんかいろんな歌を歌ってるっていうから、まあ、そういうね、一緒に音楽できるのも、楽しみっていうことなんですけど。So, the final part,、let us know about your next move. What's、mm-hmm.Your plan. I heard about upcoming the movie, but next year you will be the 25th anniversary, I guess. No? Wow. Eric Benet 25th anniversary next year, I think. That's crazy. Woo-hoo! Oh my gosh. I'm getting old. Yes. No. You're still young. But you plan something or you have on your mind in the future? Well, as I mentioned in the beginning of this interview, we were supposed to be filming a movie right now. Yes. A project that I'm extremely excited、mm-hmm. about. Like I said, I wrote the original story for the movie、mm-hmm. and I'm actually starring in the movie.、Mm-hmm. And although the film is a drama,
there's a lot of original music in the movie. So I'm writing with a couple other very talented songwriters. I'm writing all of the music right now for the film. So that soundtrack to my film will be my next music release. Okay, so okay. The soundtrack will be the next. Yes. Right. Yeah. That's going to be great. Oh, yes. It's I wish I could play you some of the songs right now. It's unlike unlike anything that I've ever recorded, because I get to write as a character. Stylistically, the music, it's a little different than what you would expect from Eric Benet, but you know, it's still soulful and it still touches your heart, and really great production. Okay, big production on some of these songs. So I can't wait to share it with everybody. It's going to be yes. Yes, we expecting that. The story of the film is just incredibly emotional and relevant, and something that everybody can relate to. And it's a story about somebody who has completely messed up their life, and they're really trying to redeem themselves. And I don't want to get too much into detail about the story of the film, but you will laugh, you will cry, you will sing the songs, and I can't wait to share it with the world. That's good. I think I can see you in next Academy Award, I think. I think you are right. Yeah. I think I'm going to march for sure. Right on that stage and take my Academy Award. That's what's going to happen. Yes. You have to think about your tuxedo. What's color of the tuxedo? That's a good question. It's got to pop. It's got to have some something special. Need to be pop. Maybe a zebra print. Yes. I never seen you wear the zebra, so it's gonna be hot. No. okay, but. Thanks for your time today, Mr. Eric Benet. I'm so happy, and people very happy to hear your message and your voices today. And so would you like to add anything to your fans in Japan? Really, I just want to say that I'm truly heartbroken that I had to postpone my trip. I was so looking forward. Japan is one of my favorite places to travel to on the planet. And so I was looking forward to it. But I promise I will make up for it with an amazing run of shows when I come back. Oh my God, what was happening? Oh my God, it was the most important part. Oh my God! No. 1時間経っちゃったんだと思うんだけど、普通だとね、あと残りのリメインのカウントが出てくるんだけど、出てこなかったのよ、もう。いや。もう一回。Do one more things, please. で落ちました。Ooh, that was the most important part. Damn. I hope he will be back. Try it. Once again. Please.Please, make him back. アーカイブあります。アーカイブあります。Please. Please, I want him back. Just a couple more minutes. Please. I hope.
Send him a message back to my live, please. Oh my God. I can't believe what was happened. Whoa. Please, Mr. Eric Benet, please. Please back for a few more minutes, please. Somebody help me. We hope him come back. Or maybe I'm going to go his Insta live. please. What can I do for that? I knew everybody is back in game. Thank you. Whoa. Dun, 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 dun. Ah, ita, 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 ita. Kita, 最後の部分だけ。Hey. Sorry for that. I don't know what happened either. I just wanted to make sure you didn't think I hung up on you. No. Sorry for that, but what was the last? Oh, I was just telling my Japanese fans that yes. I will be back very soon, hopefully in the fall, and I will bring new music. I will eat in all of your restaurants. You will see me in your clubs. You will see me walking down the street, come up to me and say hello. Yep. And I can't wait to come. Yes, we waiting for next time when you come to Japan, please come to my radio show if you have a time, and of course I'll join your live show, and go to the sushi bar. Go to the best sushi place with zebra tuxedo guys, okay? Right. Okay, so thanks for your time today. Stay safe and hope to see you soon. All right. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Thank you so much. All right. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. setta. これで終わっちゃったらどうしようかと思いましたけど、最後の、メッセージの部分もなんですけど、どっかから僕ちゃんとちょっと、訳詞ができてなかったなって思ったんです。映画の話をね、もう一回最後、してくれてたと思います。はい。映画は、本当に、撮影が始まろうと、してたところだったね。ストーリー。これなんか自分の書いたメモの日本語は何て書いたのかが読めない。I can't read my writing. すごい、ドラマなんだと。彼は今回、ストーリーの、草案を書いて、なおかつ主演をして、で、プロデューサーをやってるわけですよね。で、音楽を作ってると。このアルバムの、音楽を作ってると。で、このアルバムの曲は、その今までの僕自身のそのエリック・ベネのサウンドとはまたちょっと違うかもしれないんだけど、でもとってもソウルフルで、とってもいい音楽作品だ。で、自分の、音楽、次にこうリリースするものがどのタイミングになるのかって言われたら、間違いなく、この映画のサントラが、自分のアルバムというか自分の次に出す、音楽になると思うよというふうにおっしゃっていました。で、映画の内容はあまり詳しくはちょっとまだ言えないんだけど、とても人間ドラマなんだと。すごくドラマティックで、笑って泣いてで、歌ってと、そういう、内容の作品になるから、多くは言えないけど、ちょっとそれは楽しみにしててほしいということでした。で、日本のね、来日するときには、その大好きな日本だし、みんなにそのベストなライブをね、
届けることはもちろんなんだけど、それ以外にももし僕を、どこかクラブで見かけたら、Say Hi、声かけてほしいし、いろんなレストランで見かけたら、声かけてほしい。まあ、とっても彼、本当にフレンドリーで、すごいこうロマンティックな歌を歌う人なんですけど、とってもなんか温かくてユーモアがあって、そして、家族思いで、うん。僕はもう本当に今、下のお嬢さん二人もね、そうなんですけど、上のお嬢さんも29ぐらいになるのかな、ね。うん、素晴らしい、やっぱりこう家族思いのお父さんであり、トップアーティストであり、それでかっこよくて、常に新しいことにチャレンジしてるけど、常にエリック・ベネでいるっていうね、やっぱスタンスがもうすごい本当に素晴らしいなって思います。こんなに気軽になんかね、話をしてくれるっていうね、フレンドリーさもすごく好きだし、で、僕はもう全然彼の人がここまでね、なんか触れる機会が今までなかったんですけど、もうアルバムも全部持ってますし、まあ、CD もだけど、もうアナログレコードも本当12インチの、一曲一曲シングルから僕も全部ほぼ出てるものは持ってて、ドイツ版とか全然関係ない、UK 版とかもいろいろバージョンが違うものも含めて持って、そのぐらいすごい、最初彼の音楽を聴いた時はやっぱその衝撃と、ずっとやっぱフロアライクな彼のサウンドも好きだったら、本当にバラードがね、Spend My Life が好きだっていうコメント書いてた人もすごいいましたけど、もう僕はもうすごく I'll Be There っていうね、曲大好きで、バラードから本当ダンサブルの曲まで本当に、まあ、最高の、ソングライターであり、アーティストだなっていうね、はい。まあ今回はこういう形の出演だったんですけど、来年、今年か。今年にね、まあ、また、来日が、まあ、予定されているというかね、一応そういう今、動きがあるってことなんで、それを楽しみにしたいと思います。そして映画と映画のサントラもっていうね、今後の彼から目が離せない、そんな、エリック・ベネ今日ご紹介しました。なんか、まず、今回こうやって見に来てくれた皆さんもすごい感謝ですね。まあ、こういう状況の中なんで、僕もなかなか思うように今動けてない部分が当然あるんですけど、今回ブルーノートさんの方からこういうお話をまあいただいて、まあ僕はそういう意味ではちょっとミュージシャンというスタンスとは違うんですけど、今回のこの、まあ、80ものね、アーティストが参加するジャズオーズチュアオンラインに、まあインタビュアーという形でね、エイクベニューさんのインタビューを担当させてもらうという機会をいただけたこと、とても、嬉しく思います。はい。そして、最後までお付き合いいただいた皆さん、Thank you so much for your coming. ありがとうございました。今週の、土曜日の僕の番組、Saturday Night Vibes on J-Wave でも、この模様をちょっとお伝えするとともに、ちょっとエリック・ベネイのショート、ノンストップミックスやりたいと思いますので、よかったらぜひチェックしてください。ということで、今日はどうもありがとうございました。Thank you so much for your coming, everybody. Bye! またねー。Thank you. 切れちゃってごめんね。I'm so sorry. 今日のやつは全部アーカイブストーリーに、インスタストーリーに残ってると思いますので、ぜひそちらの方もよかったらチェックしてください。Thank you. Bye.